クリスは悪のパワーを奪い去るだけです。アクセスもしばらく静養すればきっと元気を回復するでしょう。よかったねシーネちゃん。ええ、だけどお母さん一体どこにいるんだろう。ちょっとちょっと何か言ってるわよ。クモノースの監獄。クモノースの監獄？え？そういえば聞いたことがあります。遥か東荒野の果てにある監獄です。大魔王が自分に逆らう者を次々と閉じ込めたという。シーネちゃんのお母さんもきっとそこに。違いないわ。シーネちゃん、お母さんを助け出しに行こうよ。俺も協力するぜ。ありがとう、チャチャさん。リーア、皆さんこういうのを知っていますか？知ってます。3本の矢ですね。一本一本は弱いですが3本集まると、リアすごいすごいと思うか。やっぱり出れるな。おバカさんには意味がないんですね。本当にね、すごいすごい、すげえだろう。では大魔王様はシーネがアクセスの息子だと知っていたですか？もちろんだ。だからお前たちに奴を見張るように言っておいたのだ。ほほ、さすがは大魔王様でやんす。それにしてもアクセスめ、あんな小娘にやられるとは。あいつはもう焼きが回ったでやんす。カス、大魔王様、どうやらチャチャたちはシーネの母親を探しにクモノースの監獄に向かったらしいです。それは面白い。クモノースの監獄はクモ女のスパイディアが守っている。なかなかのビジュアだぞ。ビジョビジョビジョでやんす、ビジョでやんす。よーだす、ハイデアンス、お前たちもクモノースの監獄へ行け。そしてスパイディアと共にチャチャを倒すのだ。あ、ハイデアンス、ビジョのまだまどこまでも出す。ストップ、チャチャさん、飛ぶのは諦めましょう。先が全然見えないわね。困ったな、西も東もわからない。これじゃクモノースの監獄に着けないぞ。もう少しのはずなんですけど。ん？何か聞こえる。子守歌だわ。この声、何か懐かしい感じがする。え、聞いたことあるの？母ちゃんのか？僕がお師匠様のところに預けられたのは赤ん坊の頃だったから、お母さんの顔も姿も覚えてないけど、でもお母さんが歌ってくれた子守歌だけはなんとなく覚えてる。あっちね、シーネちゃん、行きましょう。はい。
うるさい、静かに押し。それでチャチャという小娘が男を二人引き連れてこのクモノースの監獄に向かっているというのね。はい、そうだす、スパイディアさん。大魔王様は我々とスパイディアさんが一緒に戦うようにと。はい、そうだす、スパイディアさんの言うことは何でも聞いちゃうだす。ほう、何でも聞いてくれるのかい。はい、ディアンス、肩を重みしましょうか、腰を重みしましょうか。いやいや、私めにもみもみさせてくださいだす。いやいや、私めがもみもみと。いやいや、私のもみもみが得意。うるせえぞおめえら。すまないです。私の言うことを聞くのなら肩でもどこでも揉ましてやるよ。本当でよしと。ああ、本当本当。お前は夕飯の支度、お前は掃除、さっさとやれ。はい、でよし。子供のくせに二人も男を引き連れていると生意気に。たっぷり可愛がってあげるね。ここがクモノースの監獄か。ここにシーネちゃんのお母さんが閉じ込められているのね。お母さん。よーし、行くぞ。リア、大丈夫？大丈夫じゃない。ここには結界が張られているんだ。結界？結界って？結界。魔法のバリアみたいなものです。結界を突破しないと中には入れません。なもんどうってことないぜ。あ、どうしたらいいの？結界を解く呪文か何かがあるはずですけど。呪文？呪言。やっほーん、すやん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 す。あ、お前ら。やんす、やんす、しばらくでやんす。お前たち何者だ。物覚えの悪い奴でやんす。噂には聞いていたでやんす。なんか寂しいだす。お前たち大魔王の手下だな。チャチャさん、その通りでやんす。お前たちじゃその呪文は絶対にわからないだす。スパイディアさんが考えた完璧な呪文だすよ。やんす、やんす、やんす。おやじ、こうなったら何でもいいから叫んでみましょう。うん、やってみよう。開けゴマ、アブラカダブラ、パラレルパラレル、結界を解けろ。ダメか。腹減った、飯よこせ。そんな呪文があるわけないだろう。あるかもしれない。本当にバカだな、リーアのバカ。なんだと、もう一回言ってみやがれ。リーアのバカ。あれ、反応があったよな。どういうことだ。悪口だよ、何か悪口言ってみな。リーア、任しといてくれ、悪口は得意なんだ。シーネのアホ。やっぱり近いんだ、リーア見直したな。いやー、俺悪口言った相手に褒められるなんて初めてだな。リーアのアンパンだ。ん、なんだぞ、俺に喧嘩売ってんのか。呪文だろ、呪文。あ、そっか。リーアのおたんこです。ほら、リーアも言って。ああ、シーネのトンマ。リーアの短足。シーネのアホ。リーアのドーナガ。シーネのトンマ。リーアのバニバタ。シーネのアホ。リーアの足臭い。ちょっとタンマ。え、足臭いってのはちょっとムッとするからやめてくんない。ごめんごめん、気にしてたの。リーアの顔臭い。おやろ、待て。ごめん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 。呪文、呪文、呪文だから。そうだったよな。でも反応があるだけで結界は消えはしない。リーアの悪口も僕の悪口も、もしかして。え、まさか。ん、言えない、僕には言えない。どうしたの、シーネちゃん、なんで言えないの。よし、チャチャさん、思いっきり力いっぱい耳を塞いでいてください。え、こう。痛いの、シーネちゃん。チャチャさんのバカ。シーネちゃん。
そこでやんす。よし、チャチャさんのアホー、すごーい。もう少しだ。リアも手伝えよ。口が裂けても言わないぜ。僕だって言いたくないんだ。でも結界を解かなければ。よし、チャチャのブサイクすごいすごい。まだパワーが弱い。もっと大きな声で。チャチャのヘタッピ魔法、チャチャの胸ペッタン、チャチャのバンコナセ。すごいすごい、バイバイ。よし、もう一度、チャチャのヘタッピ魔法、チャチャの胸ペッタン、チャチャのバンコナセ。やった、結界を破ったぞ。素直に喜べないの。チャチャさん、ごめん。だからほら、拷問じゃん。呪文。分かってる。結界を破るための呪文だもの。リーヤもシーネちゃんも本当の気持ちじゃないって分かってるもん。チャチャ。チャチャさん。ごめん、チャチャさん。僕のお母さんを助けるために、チャチャさんの気持ちを傷つけちゃって。シーネちゃん、俺も、いいか、チャチャ。俺もシーネちゃんもチャチャのこと大好きだからな。俺たちを信じろよ。リーヤかっこいい。リーヤ、言い慣れない言葉使うもんだからしたかんでやんの。うるせえ。よし、行くぞ。はい。気味悪いな。暗いですね。明かりが欲しいな。お、奥がちょっと明るいぞ。消えてもらうわ。チャチャに手を出すな。さあ、あんたたちに私が倒せるかしら。あ、離せ、こら。ちっちゃー、クモ女。女同士で蹴りをつけましょう。あ、魔界に伝わる3000年の剣法、クモの手8列拳。私だってセラビー先生に教わったもちもち山に伝わる奥義、ウサギさんの遊園地入場券。はあ、あれあれあれできるわ。ウサギさん。はあ、
そう外れない。誰だお前。ただの通りすがりの糸巻おじさんです。私はただの通りすがりの糸巻おばさん。お姉さんよ。助手もいるわよ。いらない糸を巻いていきます。さああなたはあっちの少年に。はいはい。トントン。糸巻き巻き糸巻き巻き引いて引いてトントントン。お待ちなさい。さあチャチャと力を合わせてスパイディアをやっつけるんです。手ごわいわよ。行きましょましょ行きましょましょ引いて引いてトントン。ありがとう通りすがりの糸巻きおじさんに。糸巻きおばさん。お姉さん死なっさ。いや邪魔すんじゃないわよ。俺は女は殴らねえんだ。ちゃんちゃんの前だからってカッコつけんじゃないわよ。いいよちゃんちゃんさん。男なんて女のアクセサリーよ。おとなしくくっついて歩いてりゃいいのよ。もうしまいかよ。もう許さないわ。一気に肩をつけてあげる。レスリング。スパイディアさんってあんなお化け雲だったんだすね。やっぱり美女は怖いでやんす。ちゃちゃ。いいよシーネちゃん。愛よ。勇気よ。希望よ。希望の名のもとにマジカルプリンセス。ホーリーアー。ビューティーセレリーアロー。セイントフェアリーナビゲーション。会いたかった。
お母さんに会いたかった。シーネちゃん、よかった、よかったね、リーヤ。よく頑張りましたね、チャチャ。うん、ウィングクリスも随分使いこなせるようになったし、自信がついちゃった。もうどんな敵が来たって負けないぜ。シーネちゃん、よかったわね、お母さんと会えて。本当に心配してたのよ。はい、これもお師匠様やみんなのおかげです。ドロシーちゃんは長い間シーネちゃんの母親代わりもしていたわけですからね。カズ先輩から何でもこき使う母親代わりだったけど。ん、エリザベス、そうあからさまに言うものではありませんよ。あんたが言ってんでしょ、あんたが。シーネ、長い間寂しい思いをさせたな。私もやっと魔界の呪縛から解き放たれた。体力が回復するまでしばらく静かなところで静養しようと思う。必ず戻ってくるわ、シーネ。それまで元気で暮らすのよ。お母さん、お父さん。では元気でな。次回、しつこいぞニャンダバー、お楽しみに。